郵便局ってさ、はい、て郵便局ってあるやん、知ってます、うん、知ってます。デビルマンは知らんけど郵便局は知ってんのか。知らん。なんや今のため息まじりの師匠って、何の師匠やねんそれは。弟子がいくら無知だからって郵便局ぐらい行きますよ。あまりにも何も知らんからさ、はい、ひょっとしたら郵便局も知らんのちゃうかなと思ってこれまで言われんのかで、でどんなバカにする図式を作ってるのがこのチャンネルだって、はい、こういう図式を作ってますけど何ですか。何か問題でもあるんですか。まあそれは置いといて、はい、郵便局ってあるやん、はい、ほんまどんくさいよな郵便局ってっていう話なんやけど、はい、あのさ、あんま詳しくは言わへんけどな、ちょっとぼかすけど、うん、俺とあるものを、うん、物品を、うん、郵便で送るってことをやってたんよ、はい、ちょっとちっさいものな、うん、そなんかちっちゃいもんね、封筒に入れて送れるようなもの、うんうんうん、ものを、それなんか郵便局のメール便かなんかそういう感じのやつで、なんか名前忘れたけど、うん、そういうやつで送ってたんや、しょっちゅう、しょっちゅうやで、はい、言っとくけど、それで、うん、その物品っていうのが危険物に入る、何分類すれば、はい、ねえ危険物なんやけど航空便では送れへんけど陸送やったら送れんねん。それはもう郵便局の規定で決まってんねん。もうそれは知ってんのよ。それは何百回も送ってたらそういうこと分かるやん、うん、そういうこと言われか、あこれ、あ航空便だったら無理だけど陸送になりますけどいいですかっていうふうになんのよ、はい、で言われっから覚えるやんこっちとしてはさ、うんうん、で例えば沖縄とかに送る場合、北海道とかに送る場合、通常やったら航空便やけど陸送で送ることになるんで時間かかりますけどいいですかっていう意味やねんな、それは。でそれは知ってるやんけ、俺何百回も送ってんやから。で行くやん、何百だから100、105回目とかに行くとするやん、その物品を送るのにな。だからこれ中身は何ですかとか聞かれて、あーなんたらっていう危険物ですけどみたいな感じで言ったら、えこれ大丈夫なんですかとか聞かれて、いや知らんやんけって、いや俺は知ってるやん、その航空便では送れへんけど陸送では送れるってことを何百回もう何十回も聞いてっから知ってるわけ、俺は陸送では送れるってことは知ってんねんこっちはな。だからもうそんなん何回もだから言われてるわけ、その、この危険物送れるんですが、で大丈夫ですかとか聞かれて、大丈夫かどうか俺に聞くなよお前がって、とか知っとけよそんなこと。でもめんどくさいから、もう何百回も送ってるし、これ同じものをこの同じ封筒に入れて何百回もこの物品を送って、そのたんびに言われんねん、お前今のお前みたいに言われんねん、これもっと優しく言うてて、本実際はな、うん、何回も言われてんねん、もう航空便やったら送れませんけど陸送やったら送れますねっていう風に決着してんねん、いつも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 って言われてんねんけどって、言われてんねんけどってちょっと半切れで言うてんねんな、そういう趣旨のことを、うんうんうん、そしたらもうそれで納得したらええやんけ、うん、ああそうなんですかって言って納得して受け取ったらええやん。そしたらちょっと待ってくださいとか言って、うん、奥に引っ込んでなんかでっかいこの規約帳みたいのをめくってさ、うーんうーらーってめくる、うーってめくって、なんとかは、なんとかは、あそうですね、航空便では送れないけど陸送だったら送れますねとか言って、だからそうなってるやろ俺はさっきからよって毎回毎回このやり取りがもう10分とか続く、毎回でもないんやけど、あーあーって分かってる人はそうですね、ああ陸送やったらいけますねみたいな感じで受け取る人もいるし、何も聞かんと受け取る人もいるし、分かってんのか分かってへんのか知らんけど、知らんけど、もうそういう、でもそういうどんくさいやつもいるな、もうそんなことぐらい遠い、そっか俺は同じ郵便局で何百回も来てんやから常連
んーって言ってももうそんな、それはこっちの言い分やからなんかイチャモンつけるおっさんみたいで嫌なんやけど、うん、そんなもんあいつはいつもこうやって送ってくるからこうなもん受け取る、黙って受け取るようにで統一しとけばいいやんけ、そう統一をよなあほんなもうっていう感じでどんくさいなあ郵便局っていう。あともう一個、うん、例えばさ宅急ヤマトの宅急便とか佐川急便とかあるやん、はいはい、あれで荷物来るときとか、はい、俺な、うん、家にいてても部屋にいるとなピンポンが聞こえへんとこにいんねんよ俺の部屋が、そういうことあるやんかそらな、からそれででも留守みたいに関して何帰ったらさ留守やと思われて帰ったらめんどくせえやんその、うんうん、持ってくる人がよ、ヤマトにしても佐川急便にしても、うん、郵便局にしても、だから俺は携帯の番号を表に貼ってこう荷物が来るって分かってる時な表に紙貼っとくねん、うん、あのチャイム聞こえないのでここに電話してくださいって貼っとくねん、うんうんうん、はいはい、親切やろで、うん、佐川とかヤマトの人はかけてきて、うん、ああ出ますわ言うて出てるんや、うん、出ていくんや、うん、全然問題ないやん、そうか、うん、そのもっとめっちゃ親切やろ俺、うん、でそれ郵便局で送られてくる時もやってたんや、うん、でも郵便局のやつらはな、うん、かけてこうへんねん、何だか規約かなんかあんのかもしれんけどよ、うん、かけてこうへん、せっかく貼ってやってんのに、うん、ほんでなんかさで結局留守なので帰りますみたいなあの表あるやんけ入れて帰るよね、アホじゃねえのとか思うんだけど、なんつうかさ、うん、まあその昔は国の機関やったからさ、公的機関やったから、はい、そういうどんくささが抜けへんやなっていう話ですわ。はい、以上です。はーい。